エンブリックストランドは、ノルウェーのクモ学者である。多くの昆虫やモ類の記載を行った。オールに生まれた。クリスチャニア大学で学んだ。1898年から1903年の間、ノルウェーの昆虫の膨大な収集を行い、1901年から1903年の間には、大学の動物学博物館の資料の管理人も務めた。ドイツに渡り、 マールブルク大学で動物学の研究を続けた後、シュトットガルト州立自然博物館の学芸員を務め、その後もチュービンゲンやフランクフルトンの博物館で学芸員を続けた。1907年からベルリン大学自然史博物館で働き、リガの大学の動物学の教授になり、動物学、水生生物学研究所の所長となった。 主に昆虫や蜘蛛類に関する多くの執筆を行い、数百の新種生物の記載を行った。1910年から1920年まで自然史修正の編集を行い、専門誌、ホーリアズ・ロジェカとハイドローバイア・ロジェカの創刊者となった。1918年に集計された論文数は1200に達し、研究の修正とした3巻の論文集が出版された。 数百の種の学名の種称名に、ストランディ、ストランデラ、インブリッキー、エンブラケーラス、エンブリックストランデラなどの形で、懸名されている。ストランドの収集した、ノルウェーの昆虫やクモのコレクションは、オスロ大学動物学研究所に残されている。昆虫の学名の命名者の表記は、ストランドなどが使われる。イーストランドは、 植物の学名で命名者を示す場合にエンブリック、ストランドを示すのに使われる。ありがとうございます。